暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律。平成3年法律第77号は、暴力団員の行う暴力的要求行為について、必要な規制を行い、及び暴力団の対立構想等による、 市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする日本の法律である。略称は、防対法、暴力団対策法、 暴力団新法など。本法は以下の行為を禁止する。1992年、平成4年3月1日に施行された。山口組、稲川会、住吉会など22の暴力団が、本法による指定暴力団とされている。本法によって、暴力団員の数は減少し、暴力団事務所の撤去も進んだ。また、 対立構想事件数も減少し、その継続期間も短縮傾向にある。さらに、暴力団員による資金獲得活動も困難になった。本法の施行の結果、暴力団の活動が法律に触れぬように巧妙になり、一般企業社会への進出、企業社程の増加や組織偽装が増加するなど、組織の不透明化、地下組織化、マフィア化が進んだ。また、 組織犯罪の国際化や暴力団の河川化や政治的殺害も進むことが懸念される。しかし現在では暴力団排除条例が全国の都道府県市区町村で施行されていることによって暴力団員側、または暴力団関係者側、事業者側ともに就職、取引、契約、借金、銀行口座の開設、部屋の賃貸などが禁じられているため、 暴力団員が一般社会に進出することはできない状況にある。実際に条例違反に関する事例もわずかなことからして、暴力団員が一般社会へ進出していることは、ほぼありえないのが現実である。2013年施行の法改正により、代理訴訟制度の仕組みが整理され、都道府県単位で設立されている暴力、追放運動推進センターなどが、 地域住民の代理として、暴力団事務所の使用差し止めなどを求め裁判を起こすことが可能になった。発足当初は、制度を活用する動きは低調であったが、2017年10月2日には、指定暴力団神戸山口組の本部事務所に対し、暴力団追放兵庫県民センターが、使用差し止めを求める仮処分を、神戸地方裁判所に申し立てるなどの動きが見られるようになった。 法案は治安立法に対する一部政治勢力の根強い反対風土からすれば異例といえる中3全会一致で可決された。しかし日本国憲法21条1項が保障する結社の自由を不当に制限し違憲であるの主張がある。制定時、暴力団員や支援者らが抗議のデモ行進や座り込みをし各地で本法の意見を主張した訴訟を提起した。 弁護士の遠藤誠は、本法の意見を主張する行政訴訟の弁護に際して、山口組からの12億円余りの資金提供の申し出を受けたが断り、無償で弁護した。また、遠藤と野村修介の温度により、暴力団有志による、任教市民連合、右翼団体、一水会の青年組織、統一戦線理由軍、審左翼の日本共産党、行動派が合同で、 デモ行進などによる反対運動を展開した。二代目駆動連合、草野一家が提起した訴訟において、福岡地方裁判所は、暴力団も、個人の結合である団体、結社であり、構成する個人については、その憲法上の人権保障の規定は、当然に効力が及びものであるから、一律にその結社や行動等を禁止し、規制することは、 憲法の基本的人権保障の趣旨を無視し、各条項を形外化し、個人の思想、良心を弾圧する結果を将来しかねないし、法三上による指定暴力団との指定処分は、その指定された団体が法に抵触し、存在を許されないとの印象を与えることになることは、払拭できず、その指定された団体の構成員が、いわば暴力的行為を常習するものとの印象を受けることは、 免れないところであり、また、憲法14条1項に言う社会的身分とは、人が、社会において占める、継続的な地位を言うものである、最高裁、昭和3年5月27日判決民衆18巻4号676ページ、が、少なくとも、原告主張の通り、犯罪経歴保有者の地位は、右に言う社会的身分に当たると解することができ、これを理由として、 他と異なる取り扱いをする子には慎重でなければならないところであるとしながら、本法につき、立法の趣旨は、市民生活の安全と平穏の確保を図ることにあり、同法一条、この目的自体は必要かつ合理的なもので、あ、ただ特定の団体の壊滅等のためにのみ、制定されたものではない上、暴力団の構成員にとっては、 法書きとする規制は、自らの他の人権侵害を阻止される結果になると、言うに過ぎず、団体の活動の制限は、行うこととされておらず、指定については、一応3年間の有効期限を限ってなされ、また、指定にあたっては、暴力団しか有しない団体的特徴を、法文上で明示し、対象の範囲の拡大をなくすとともに、審査専門委員制度、法27条と、 不服申し立て制度法26条を設けて、暴力団の規定の旨に逸脱した指定がされないように配慮がされている上、直接には指定暴力団の構成員の具体的な暴力的要求行為が規制されることになっており、防対法による規制の目的は公共の福祉の観点からのものであり、一様の合理性がある制度ということができ、 憲法21条1項に違反しないとした。2012年、平成24年12月27日に、福岡県公安委員会及び、山口県公安委員会が、工藤会を特定危険指定暴力団に指定したことから、工藤会は2013年、平成25年1月18日に、指定処分の取り消しを求める訴えを、福岡地方裁判所及び、 山口地方裁判所に提起した。代理人弁護士は、改正防対法は、工藤会の活動を著しく制限するもので、表現の自由や、結社の自由を定めた、日本国憲法にも違反しているとしている。2015年、平成27年7月15日、福岡地方裁判所は、結社ではなく、 公正員による反社会的な行為に対する規制で公共の福祉の観点から必要かつ合理的などとして訴えを退けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。